皆さんこんにちは。人気女優である上戸彩さんと夫でエグザイルのリーダーでもあるヒロさん、2人とも共に大物で好感が抜群に高いですが、夫婦仲はどうなのでしょうか。今回は上戸彩さんと夫ヒロさんの結婚までの馴れ初めなども交えて、その夫婦仲に迫ります。人気女優である上戸彩さんとパフォーマーとしては引退されていますが、エグザイルのリーダーで所属事務所の社長でもあるヒロさん、2人は結婚しお子さんにも恵まれていますが、実は離婚危機がささやかれているのです。上戸彩さんも夫のヒロさんもどちらもとても人気があり好感度の高い夫婦なのですが、なぜ離婚危機がささやかれているのでしょうか。実はヒロさん、上戸彩さん夫妻の離婚危機がささやかれている理由というのが、上戸彩さんの激痩せ姿からなのです。上戸彩さんはどちらかというと、もちろん細いのですが、それよりも元気いっぱいのイメージが私たちには強いですよね。けれどあまりにも突然に激痩せした姿をテレビで披露したことで、ネットを中心に夫婦関係がうまくいかずにストレスから痩せてしまったのではないかという噂が流れたのです。しかもその夫婦関係がうまくいっていないと言われる理由の一つには、ヒロさんの女性関係が指摘されているのです。年齢的には40代後半のヒロさんですが、若い頃には相当女性遊びが派手だったことを彼自身もインタビューなどで明かしているほど、例えばヒロさんの浮気相手として名前がネットで上がっている女性は、エグザイルの妹分で同じ事務所に所属しているE-Girlsのアミさん、特に週刊誌などで報じられたわけではないのですが、彼女だけグループの中で一人ソロデビューをしていることもあり、事務所社長のヒロさんと関係を持ちデビューが決まったのではないかなどと、いろんな噂が流れています。上戸彩さんの激痩せした姿に衝撃を受けた視聴者、そこから夫婦関係がうまくいってないんじゃないのと心配されるようになったようです。しかもヒロさんも若い頃は女遊びが派手だったようですし、若い頃のヒロさんは確かにモテそうですよね。今もモテるでしょうが、けれど上戸彩さんを妻に持ってまで浮気癖は治らないのか疑問もあります。激痩せした姿で夫婦関係を心配されている上戸彩さんたち、けれどインタビューなどでは夫と愛娘との私生活についても語っています。現在は家族のサポートを受けながら子育て最優先で仕事をこなす日々、4月末にはイタリア・ウディネで行われた映画祭に参加するため愛娘を残して海外出張、1ヶ月くらい悩みましたが、娘はお母さんの家に泊まることができました。パパと2人だと大変だと思ったので、パパと寝ることはちょっと叶わなかったんですけどね、と振り返り、夫の支えにも感謝しました。最近の楽しみは、間もなく2歳を迎える愛娘の成長。そう、いろんな知識や知恵がついてきて、自分が覚えた言葉を発したりして自己主張もする、日々成長しているのを感じますね、と優しいママの顔を見せました。周りがどれほど夫婦関係を心配したり噂を立てたりしても、実際は当人にしか分かりませんよね。しかもご夫妻には娘さんもいらっしゃいます。上戸彩さんは芸能界でも有名なほど母親願望が強かった女性なので、娘さんはまさに宝物でしょう。週刊誌に写真付きで上戸彩さんは家族で LA に旅行に行ったことが報じられています。ヒロさんは飛行機を降りてからも大事そうにずっと娘さんを抱っこしていました。上戸さんと年配の女性は楽しそうに話し込んでいて、皆さんとてもリラックスした様子で、本当に仲のいい家族といった感じでした、とコメントされています。ヒロさんはロスには仕事で行っていました。日本でも展開されているエグザイルのダンススクール EXPG を新たにロスでも開校する予定があるので、その下見に行ったと聞いています。 LDH はアメリカ、ヨーロッパ、アジアなどの海外に拠点を置き、
世界規模で事業を展開することを昨年10月に発表。ディズニーやユニバーサルのような世界中の人が楽しめるエンターテインメントを生み出せる会社を目指したい。ヒロさんはそう宣言し、世界中を走り回っていました。夫の後を追ってロスに行くことは、夫婦関係を修復し、家族の絆を強めるために、上戸彩さんが考えたものだと、前室、音楽関係者が語りました。娘と母親を連れて行ったのは、家族みんなで夫の仕事を支えていくよ、ということをヒロさんに伝えたかったから、実際、現地で事業が進んでいるところを目の当たりにし、彼女は、こんな素敵なプロジェクトは家族で支えていかないとね、と決意を新たにしたようです。ヒロさんは LA で起業をスタートさせようとしていたんですね。けれど、妻の上戸彩さんは大ヒットした昼顔の映画撮影などで多忙を極めすれ違っていたのかもしれません。しかし、撮影も落ち着き、妻として夫のサポートのために LA を訪れ彼のしようとしているスケールの大きさに感動し、しっかりとサポートしていかなければと思ったのかもしれません。2012年に結婚した上戸彩さんとヒロさん、結婚を発表した際には意外な組み合わせで世間を驚かせましたが、馴れ初めは何だったのでしょうか。ヒロさんと上戸彩さんの出会いは今から約20年前、1999年に上戸彩さんは4人組グループ Z1 で女優よりも先にデビューしていました。なんと、この Z1 の振り付けをしていたのがヒロさんだったんです。当時、上戸彩さんは14歳で、ヒロさんは30代。この頃から2人は交際を始めてではもちろんありません。この頃の関係性は振り付けのお兄さんとデビュー前の子供だったのです。そして上戸彩さんは2001年にドラマで共演した V6 の森田剛さんと交際をスタート。週刊誌などにも熱愛は報じられますが、密かに愛を育み、なんと8年も交際を続けました。まさに結婚秒読みと思われていたのですが、現役アイドルである森田剛さんは結婚に対してそれほど願望がなく、けれど結婚したい上戸彩さんとの間で温度差が生じてしまい、破局してしまいました。10代、20代の女性として最も輝いている年代を森田剛さんと過ごしてきたにもかかわらず破局してしまった上戸彩さん。そこで再会したのが芸能界のお兄ちゃんでもあったヒロさんだったのです。ヒロさんの大人の包容力に癒され、2人は交際をスタートさせました。初めて会った頃から、すでに10年以上が経過してからの交際だったのです。ヒロさんは上戸彩さんとの将来をしっかりと考え、彼女の所属するオスカープロモーションの社長に自ら結婚の挨拶に赴いたと報じられています。オスカーといえば、所属する女優の恋愛に関してかなり厳しいことで有名です。しかも上戸彩さんとなれば事務所の看板女優、すぐに結婚を OK されるわけもないと思われていたのですが、ヒロさんの人柄は認められ結婚の許可が下りたのです。そして2012年9月14日の上戸彩さんの誕生日に2人は入籍し、連名で結婚を発表しました。出会った頃は振付師の30代のお兄ちゃんとデビュー前の女の子の関係だった上戸彩さんとヒロさん。上戸彩さんといえば、森田剛さんとの長年の交際が有名でしたが破局。その後再びヒロさんと再会し、交際をスタートさせ、見事ゴールイン。かなりドラマチックですよね。しかも夫婦の年の差が17歳というのもかなり話題になりましたが、本当に上戸彩さんが幸せそうな表情をしていたのが注目を浴び、祝福の声が多く寄せられていました。ヒロさんはパフォーマーとしては引退していますが、裏方として事業の拡大などで多忙を極めているようです。上戸彩さんも人気女優として忙しいですが、妻として家族をサポートしていくという両立で大変だと思います。けれど、双方の今後の活躍をファンは期待しています。
最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。